今望遠が動いたんやけど。戻しといてもろて。はい、今から皆さん今旧大阪トンネルの愛知県側です。はい、愛知県側ですとよ。さあでは歩いていきましょう。行きましょう。書きが増えたなぁ。元からだっけ。さあ、行きましょう。他の人も何か見えますか。この辺に見えませんか。ここにもこれここにこういうの見えたらありがたいんですけどね。今映像送ってます。はい。あら、遠くを見るような感じで。そうですね、僕を遠くを見るような感じでこの辺を見てください。それとこの辺をこの上を見てください。あかん、想像より寒い。ぶっちゃけ話すと、はい、ここに今足が捕まります。もっと慌てふためいていいのよ、リアクション的に。あ、何、足掴まれてるって。それは来るなっていうことですか。痛い、足が痛い。よし、OK、行こう。ごめんなさい、今のは消去させていただきました。あら、俺に立つことはすべて消去してる。ちょっと電気ずらして。はい、こんな感じでいいです。さっきより風が強くなってきたね。はい、トンネルだから風がなかなか。立ち止まって要は追い風がなんていうのもろに向かい方になるからじゃないんですもん。でも直気が温かいからいいんだ。俺の指はかじかんで死にそうだよ。俺の手も冷たいから寒いんだよ。何か
良くないものが。良くないものが見たいんだよな。怖いな。怖いな。怖いけどすごい。うわ、きついなこいつの。ちょっと待って待って。ここにはものすごい光の強いオーブが光ったんですよ。はい。うん。この辺にね。で、2回目撮ったけど、消えた。この辺だな。この辺で多分皆さん、多分もう、ほぼ見えます。今送ってます。すごいね。今、かっちゃんがさ、今送ってますっていう直前にピントがボケた。うん、マジで？うん。今は無理、これぐらい離れてるんですけど、これぐらいの距離なら離れてて平気。大丈夫、なんとかそこまでは守れる。だからここに3人ぐらいは入れるわ。こんなのあった？ありましたっけ。あったら、でも前回なんか口にしてると思うな。なんか気づかんことはないでしょ、これ。上に遠くを見えるように、上を見るような感じで見てください。明るくやってます。今わかるかな。コーンか、なんか俺とか、なんか使い止めたと思った。コーン。三角コーン。さあ、もうそろそろ、もうね、すいません、頭が痛い。大丈夫ですの？はい。それは周りの幽霊からの攻撃によるものなのか、自分が映像を送ってるからなのか、どっち？足掴んできた人。足痛かったんだよ。足が重いんだよ。なんかよ、引きずっとるような感じだよ。ちょっとやめて。はい。映る。写真時代。ちゃんよ、はい、今およそ半分ぐらい超えたところだと思うんですが。いや、半分じゃないです、もう出口です。なんでこったい。出口だ。さて、今こっち振り返って、はい、今幽霊どんな状況です？俺ら何体に囲まれてるとか。あ、もう相当囲まれてますけど。キャー。
こっちで来ると多くはここ。はい、皆さん、ここ。ここね、今度。だいたい高さこのぐらい。手をはじこうとするけど、ここ。このぐらいの高さ。まあ、まさか幽霊もこんな風に絡んでくる人おると思うとらんだろうな。こういうような感じね。ここ、こういうような感じで。こういうふうに見えたら、OK。寒くね、うん、本当に寒い。冬に来るもんじゃねえぞ、ここ。そこに視聴者来ませんかって募集かけてんだよな。まさっきこれ食ったラーメンは、おいしい、きっとやねんか。あれやねんな、なんか。この静岡方面のこのトンネルの柄が変わるところで、わ、すっげえ気持ちいい。ここ、確かになんか空気違うぞ。これ全然違うよ。寒さが感じんやろ。うん、なんか変わったな。本当に冷たい風そんなに来んやろ。そば、本当だ、なんか変わったな。変わったでしょ。それを感じるようになったあなたは偉いね。進歩したじゃん。すごいね。これを感じるならすごい、すごい。あ、すげえ。月夜は綺麗じゃの。はい、こっちが何が静岡側ですな。ほら、さっきと空気全然違うでしょ。そうですね、こっちの方が快適っていうとなんか違うんだけど、なんていうの、その気が楽、気が楽だろうな。全然違うぞ。これテレビや